にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、沼津に向かっております。現在は、静岡県伊東市の宇佐美ですね。概要欄 URL から前回の動画を見ていただいて、その続きでございます。友人が沼津で今釣りをしているので、そこに合流する形ですね。でその後はコテージを予約しているので、またコテージ編っていう感じで分かれるのかな、分かれさせるつもりです。というわけで、宇佐美から沼津までまずドライブです。行ってきます。デイ。今ですね、宿泊先でいただいた地域クーポンっていうのを初めて使ったんですけど、でかいっすね。 GoTo トラベルでもともと 35% オフだっけ、それプラスね、何千円かの地域クーポンで、今ご飯も買えましたしね、これはすごいわ。けど1日しか使えないんでね、1日しか使えないのと、店舗を自分でチェックしなきゃいけないんで、ファミマで使えたんでね、正直何でも買えましたよ。というわけで、ここから約1時間のドライブですね。走ったことのない道なので非常に楽しみです。はい、そろそろですね、千本浜公園かなに着きますね。もうね、道混んでたし人多いしでね、なかなかドライブがね楽しめなかったですけど、止められるのかな車、これ心配ですね。来ました。マジで奇跡的に手前側が空いてまして、車を止めることができました。一旦車の中で飯を食ってから合流したいと思います。すごいっすね、すごい釣り人いますね。釣れてるのかな、寒っ。かなり遠いところにいますね、駐車場からね。というか天気がいい、風強いけどね、もう釣りしなくてもね、この天気の中、この公園歩いてるだけでも正直癒されますよ。すごくいい公園。いました、いました。すごいな、この石、歩きづらい。釣れてるのかな、釣れてるのかな。風強いですね。どうですか、魚釣れました、魚釣れた、あ、釣れたんだ、あ、釣れたか。なんかもう先ほどまでいた釣り人もほとんど帰ったみたいで、だいぶ空いてきましたね。釣れないみたいですね、誰も釣ってないみたいで。ちょっとダイソーセット出すか、これね悩むぐらい。この一頭で釣れたら友人がね100万円くれるそうなので、頑張ってますね。風が、風向きが戻ってきちゃうね、これ。今回もですね、私が用意したこの投げ釣りスタートセットですねを使う予定だったんですけど、ちょっとね風向きとサーフということで向いてないかなと思うので、友人から竿を借りてそっちで釣っちゃおうかなと思ってます。はい、いやー、魚市場混んでますね、さすがに。車止めるのも大変でしたね。ここで魚買うか、軽く腹ごしらえします。初めて来たんですけど、沼津すごいですね、この魚市場。こんな大きな市場行くの、もう築地とかそれ以来というか、すごい、ここ1日入れますね。
てですね、あの周りを映すことができないですけどね、楽しいですわ、市場歩いてるだけで。この深海プリンというのが有名らしいですね。人が並んでるんで買えないですけど、結局買っちゃいました。3つ入りをね買って、このね保冷ボックスが可愛かったんで買っちゃいました。この沼津深海ソフトも買ってしまいました。いただきます。ちょっとね楽しすぎて、長いしすぎたのと、目当ての鮮魚が買えなかったのと、時間がやばいんで近くのスーパーで買い出しして、宿に向かいまーす。着きました。お得意のね、マックスバリューです。こちらで買い出ししちゃいまーす。買い物終わりました。思いのほか時間かかった。そしてもう3時過ぎてしまった。ではですね、本日の宿泊先のコテージに向かいます。こっからね1時間ぐらいかかりますね。というわけで、釣り編なのかな、こちらで一旦動画を終了させていただいて、次回がコテージ編ですね、そちらに続きたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。続きはですね概要欄に貼ってありますので、よかったらそちらもご覧ください。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。バイバーイ。はい、見えますか、富士山が見えるという。でここでバーベキューできます。最高、焼肉が始まりました。焼肉じゃない、焼肉、バーベキュー、バーベキュー、うめー。ソーセージ、一口目のソーセージ、うめー、うめー。はい、そっちがどんどんとお肉が乗せられていきます。